阪神のみんなで六甲を下ろし、5月を担当するシンガーソングライターのアスミが19日、虎コで最終日の甲子園球場に登場した。試合前には球場外周でのミニライブを実施、シート紹介も行うなど、女性ファンへ向けたイベントを盛り上げた。球場内のグラウンド近くで勝利を目に焼き付けたといい、球場の熱気と一緒に私もどんどんボルテージが上がっていって、 必死に応援して勝利をつかまれて本当に嬉しい気持ちですと高揚感たっぷりに話した。試合後の六甲卸をグラウンドで歌い上げ、阪神ファンの皆さんのお顔も見られる中で一緒に喜びを分かち合えることがこんなに嬉しいことなんやなって幸せでしたと笑顔。しっかり応援していこうと思います。頑張ってください。楽しみにしていますとエールを送った。5月17から19日のトラコデー。 3連戦は大盛況トラコシートは1日で即売するなど3日間合計の女性来場者の比率は過去最高の約55%と最高の締めくくりとなった。